キングカズがポルトガルから鈴鹿に帰ってきた。昨日行われた JFL アトレチコ鈴鹿とベルスパ大分の試合、カズさんを見に来ました。やっぱかっこいいですね。後半の時間に出てこうスタジアムの雰囲気と流れを変えて、ぜひゴールまでカズダンスが見たいです。キングカズ頑張れ。57歳のレジェンドを一目見ようとおよそ1000人のファンが駆けつけました。三浦和義、背番号11が入ります。後半17分から途中出場したカズ。そして見せ場は後半38分にやってきます。左サイドからのセンタリングにカズ、ゴールへ飛び込みますが、キーパーが弾き最年長ゴールとはなりませんでした。結局試合は敗れたものの、カズは自身が持つ JFL 最年長出場記録を57歳139日に更新しました。まあ、2年ぶりにこのピッチに立てたってことは本当に皆さんのおかげだと思いますので、今日の試合の反省はしっかりしてまた取り組んでいきたいなと思ってます。試合後は出待ちしていた全てのお客さんにサインをする神対応ぶりでファンの心をがっちり掴んでいました。トナ57歳であの動きなんて絶対無理ですよ。もうとても信じられない。すごい感動しました。次こそゴール。